ザブラック・キーズは、アメリカ・オハイオ州、アクロン出身の二人組ロックバンド。ガレージテイストのローファイなサウンドを特徴とする。2013年現在までに、グラミー賞を7部門で受賞している。2001年、オハイオ州、アクロンで近所に住む幼馴染みだったという、ダンオーバックとパトリック・カーニーの二人によって、結成される。2002年5月20日、デビューアルバム。 ザビッグカムアップをアライブレコーズからリリース2003年4月8日セカンドアルバムシックフリークネスをファットボッサムレコーズからリリース日本ではイナズマロッキンブルーズという放題で発売され日本デビューとなった2004年9月7日サードアルバムラバーファクトリーをリリース2006年9月12日フォースアルバム マジックポーションをノンサッチレコードからリリース。2008年4月1日、フィフスアルバム、アタックリリースをリリース。2010年5月18日、シックスアルバム、ブラザーズをリリース。デンジャーマウスがプロデューサーを務めた、リードシングル、タイトゥンアップがヒットし、アルバムは、ビルボードアルバムチャート3位を獲得した。音楽メディアなどからも高い評価を受け、 年間ベストアルバムのリストで、ローリングストーンで2位、モジョで5位、タイム誌で7位、九誌で11位、スピン誌で30位に選ばれた。翌年のグラミー賞では5部門にノミネートされ、最優秀、ロックパフォーマンス賞など3部門を受賞した。収録曲、ネクストガールは、ゲームセインツロー、ザサードに使用されている。2011年12月6日、 セブンスアルバム、エルカミーノをリリース。アメリカのビルボードアルバムチャートでは、自身最高の2位を獲得した。2013年、第55回グラミー賞にて6部門ノミネートされ、ロンリーボーイが、最優秀、ロックパフォーマンス、最優秀、ロックソング受賞。エルカミーノが、最優秀、ロックアルバム受賞。メンバーのダンオーバックが、最優秀プロデューサーを受賞し、 最多4部門受賞した。2014年3月21日、エースアルバム、ターンブルーが2014年5月13日にリリースされることが発表された。ファーストシングル、フィーバーは3月24日に、セカンドシングル、ターンブルーは4月14日にリリースされた。2019年、ナインスアルバム、レッツ・ロックがリリースされた。ありがとうございます。